えー、アメリカリ下げ始まってもですねどれだけ演になることもあるってことですね皆さんこんにちは株式会社メルスパートの代表のゼコウチです,こ,ですこのチャンネルではサウンに関するさまざまな情報を発信しておりますそれでは本日の動画のテーマはアメリカの金利が下がるからって円高になるとは限らない理由といった内容をお届けしたいと思いますはい、最近ですねこのタイトルの質問やっぱりいただくこと多いですね、まあ、ここ数年ですね、アメリカの金利が上がる とということに伴ってですねドル高に安っていうのが進んできましたので今年の9月にですねアメリカの政策金利が下がる利下げが行われてからですね、えー、おそらくアメリカの金利はこう下がっていくという予想のもとにです、ね、じゃあアメリカに利下がるんだから、えー、絶対円高にいくよねというふうに確信を持っていたりとかそういうご相談をです、ね、いただく富裕層の方が、えー、最近本当に多いなとうう思うんですけど ただですね、えー、そうとは限らないっていうのがですね、えー、私の考えでございます、まあ。アメリカの金利が下がるからってですね、まあ、円高になるとは限,限らない、えー、というですね、理由について今回ですね、えー、ご説明させていただく、動画にできたいと思います。当社は富裕層の方の資産運用をお手伝いしております。資産運用をお考えの方やお悩みの方は、気軽に当社の個別相談にお申し込みください。はい、ではですね、まあ、アメリカの金利低下に伴ってですね、円高になるとは限らない理由をお伝えする前にですね、 まずは足元のアメリカの金利、10年国債利回りとドル円のですね、数についておさらいしておきたいと思います。こちらチャートですね、このアメリカ金利と10年国債利回りとドル円をですね、合わせたチャート、よく見ていただいてですね、チャートになるんですけども、青色がです、ね、10年国債利回り、アメリカ10年国債利回りのチャートになってまして、右側のですね、数値はです、ね、時給になってますと。オレンジ色がベドル円のですね、チャートで、左側の軸が数字になってますと。 で十年国債利回りはですね、えー、もちろん過去3年での中でこうかなり上昇はしてるんですけども、えー、今年2024年もですね一番高いところだと 4.6%4.7% ぐらいまで高まったんですがただ足元ちょっとですね、えー、下がり基調にはなってまして、えー、今2 0 2十年7月ですけど今現在だと4.1%っていうのがです、ねえー、現在の直近の状況でなってますと。でドル円はですね、えー、今年 7月ですね、160円、161円とかして、ね、2円までいったんですけど、足元はですね、今、155円になっているという状況でございます。で、今年、今7月ですけど、2か月後のですね、9月にアメリカの政策金利がですね、利下げが行われると。で、その後ですね、数か月に1回ぐらい利下げが行われてですね、1年後の政策金利は今よりも1%ぐらい下がっている可能性が高いというふうに。 えー、大方ですね市場は予想されてまして、えー、そうするとですねその利下げに伴ってですねこの10年国債利回りなんかも下がっていくと。でこの10年国債利回り下がると、えー、ドルも安くなって円高に行くでしょうっていうふうに確信されているですね、えー、方が非常に多くはあるんですけどもはい、えー、まあ私なんかはですね、えー、そのようにアメリカの金利がまあ下がると確かに、えー、円高の圧力にはなるんですけど ただ、必ずしも円高になるとは、えー、限らないというふうに思っているです、ね、理由についてここからですね、えー、ご説明していきたいと思います。主に理由ですね、えー、3つありますので、1つずつお話ししたいと思います。はい、ではですね、理由の1つ目がですね、過去の経験則ですね。はいえー、こちらの、えー、イラストはですね、過去のアメリカの売り下げ局面でのベドルへの推移というふうになっています。 で、左がですね、1から6までですね、えー、その時点、タイミングがそれぞれあって、一番下から新しくなってるんですけど、上からこう古い日付になってるんですが、1989年の6月5日とか、1995年の7月6日とかですね、でこれ何を表してるかっていうと、アメリカの利下げがですね、行われた、えー、タイミングを表してますと。つまり今で言うとですね、えー、今年の2 0 1 0年の9月にですね、利下げが始められるとしたら、えー、そのタイミング、 ってていいいうに考えていただけると思います利下げが行われ始めたですねタイミングでその利下げを行ったタイ,タイミングから、えー、半年の間のですね半年後までのですね、えー、ベートレーンの推移、えー、を表したのがこの棒グラフになってるわけですね、はい、で、えー、多くの方のですね予想はアメリカが利下げを行うとですねベートレーンの金利差が日本とアメリカの金利差が縮小してですねドル安円高に行きますっていうのが、えー、ほとんどの方の予想なわけです た、じゃあそういうふうになることにですね、円高になったのは、えー、この六回中ですね、六タイミング中、アメリカリスケの六タイミング中何回かというと見ていただくとですね、わかるように二回しかないですね。この丸三と丸五、はい、千九百九十八年と二千七年の二回しかないです。で丸三の方はマイナス十三パーセント円高に出て、丸、え、五、ー、のですね二千七年の方はマイナス十六パーセント円高に出るというここでなってるわけですね。はい、取れ安になっているということですね。 逆にですね、えー、米ドル高円安になってるのは何回かっていうと、いやいや、なるわけないでしょうと。アメリカ金利下げてるのに、えー、ドル高円安なんてならないよねっていうふうに思われてるかもしれないですけど、意外と2回になってるんですね。はい。2回ドル高円安になってるんです。で、ま、え、る、ー、ですね、1995年なんかは20%もですね、アメリカ利下げ始まったのに、えー、ドル高円安になってるわけです。で、えー、2001年なんかもですね、10%。 えー、円安になっているわけですねはい、だから結構、えー、アメリカ利下げ始まってもですねどれだけ安くなることもあるってことですねで一と六はですねはいどうかっていうとほとんど変わらないってこというですね、まあ、プラマイゼロぐらいっていうのが1と6なわけですでこの過去6回のですねアメリカ利下げ局面後のですねベドレーの推移を見ていただくとわかるようにつまり、えー、ベドレー安円高になるのが2回どれだけ安くなるのが2回 変わらないのが2回ってことは、イーブンってことですね、確率的には。過去の経験則的には、えー、アメリカの金利が下がったとしても、えー、為替がどうなるかっていうところの確率で言うと、まあ、どれに行ってもおかしくない、イーブンっていうことがですね、えー、言えるのかなと思います。まあ、これがですね、えー、アメリカの金利が下がったとしますね円高になるとは限らないっていう理由。一つ目はまあ経験則とですね。はい。ではですね、えー、理由の二つ目いきたいと思います。 で理由の2つ目はですね、えー、ちょっと経済の教科書とかで見たことあるかもしれないんですけど経常、えー、収支っていうですね、えー、この日本っていう国が貿易とかですね投資でどれぐらいこう稼いだかっていうのを表したものを経常、えー、収支というふうに言いますとで貿易でたくさん稼いだとか投資でたくさん稼いだっていうことになると、まあ、一般的にはそれをですね、えー、日本国内に持ち帰るっていうことになるので外貨稼いで外貨売ってですね円を買うっていうことになるので 円を買い支えるつまり円高の、えー、要因になるっていうのが、えー、この形状収支になるわけです形状詞が黒字であればあるほど高ければ高いほどですね円を買い支えるようになって円高の圧力が働くということになってるわけですではこのです、ねえー、棒グラフを見ていきたいと思いますでこの、えー、まずこの上のですねこの半分から上の形状収支 青い棒グラフを見ていただきたいんですけども日本は基本的にですね経常収支、えー、黒字なんですよはい黒字なんですでよくですねニュースとかで貿易赤字何なんだってよく言われてるんですけどもあるいはあくまで貿易の赤字がですね、えー、何兆円とかあるっていう話なだけです日本はですね投資によってすごく儲けてるわけですね、えー、海外の企業の投資とか日本の個人投資家の投資とかそういうものによって生み出された利益資本収支って言われるものが すごく大きな利益を上げているので、えー、その貿易と投資を合わせた経常収支は基本的にですね、えー、大黒字かなりの黒字をキープし続けているわけです過去十数年見てもですね基本的にこの経常収支は黒字ということになってるんですね、えー、直近の2021年とかですね、えー、20兆円の経常収支黒字ですし22年もですね、えー、円安って言われてましたけど10兆円黒字 で、この、えー、グラフに入ってないですけ2023年とかですね、25兆円、えー、黒字ということになってるわけです。これは形状収支の,の黒字ですね、えー。で、このですね、形状収支は黒字であればあるほどお伝えしたように、えー、円を買い戻,です、ね、戻す圧力になるので、円高の方向にですね、えー、この形状黒字は、えー、なる。そういう理由になるんですけども、ただ、状況がですね、まあ、少し変わってきてるわけです。はい。で、何かっていうと、で昔はですね、この形状黒字、 があっったたたとととすすすするる海外の企業でででりはそれをを日日本本に戻ししててね日本国内で投資するいう動きをしてたわけですつまり外貨を円に戻すので、まあ、円買い圧力になって円高の方向にですね円をかさい買い支える要因になったわけですただここ最近ですね海外の稼いだ外貨っていうのを円に戻さない、えー、日本に戻らないっていうお金がですね結構増えてきているというのがですね表したのがこの黄色のですね下の棒グラフになってるわけですねはい上が形状収支 まあ、海外で稼いだお金とかですね、えー、が貯まった分、黒字ですね。なんだけど、その中の、から日本にですね、戻らないお金が増えてるというのを表したのが、この黄色い棒ぐらいになる,なるわけですね。で見ていただくとわかるように、まあ、なかなかの金額ですよね。えー、まあ、2013年から19年とかですね、15兆円ぐらい、えー、あって、2021年なんかは20兆円戻してないと。2022年もですね、20兆円をですね、日本で戻ってないわけです。 で2021年で見ると、経常収支で、まあ、すごくたくさん海外で20兆円もです、ね、稼いでいる黒字なんですけども、ただ日本に戻してないので、この経常黒字、く経常収支低く、えー、日本に戻らないお金をするのが、実際日本に入ってくる、戻ってくるお金ということになるので、そうすると2021年はですね、じゃあプラマイゼロなわけです。つまりこの経常黒字は、円高に寄与してないということはですね、わかるわけです。で、2022年はですね、 えー、さらにひどいことになってるんですけど10兆円計上黒字ですけどもただ、えー、20兆円ですね日本に戻ってきてないんですつまり、えー、差し引きで賞味でですね実際に日本に入るお金っていうのはマイナス10兆円なんで逆にですね、えー、円安圧力にです、ね、なってるわけですね、はい、円高に全く寄与してないとむしろ円安圧力になってるということがわかるのかなと思いますはいでまあこのようにですね、えーまあ 仮に海外で、えーまあ、今までですねこの形状ですごく黒字があるので日本の円っていうのは買い支えられて、えー、円高のですね、えー、要因になってたんですけどもこの形状の黒字がですねそうするとですね、えー、仮にこのアメリカ金利が下がるということになってですね、えー、じゃあ為替がドル高円安にですね、えー、進む圧力がかかったとしても、まあ、この形状の黒,黒字っていうのはですね 円を買いかさえるようにならないので、えー、円高にですね、ドライブがかかりづらくですね、えー、なっているというのがですね、えー、この経常収支と実際に日本に入ってくるお金の関係を見るとわかるのかなと思います。まあ、つまりこれ言ってしまうとですね、えー、日本っていう国はもう海外で稼いだお金は企業はですね、海外で稼いだお金をもう海外に投資した方が儲かるって考えてるわけです。日本っていう国はそんなに成長しないので、日本に戻してもしょうがないよねというふうに考えているから日本に戻さないわけですね。 でこれって構造的な、えー、日本のですね人口減少とか成長とかの問題なので、まあ、簡単にこう変わらない可能性の方が高いわけですですのでこの傾向は多分しばらく続いて、まあ、こういった軽重黒字が円高に寄与しないっていう状況はですね続く可能性が高くて、まあ、そうするとアメリカの金利が下がり始めてっていう話になったとしてもですねこの軽重黒字が円高に寄与しない可能性の方がですね高いのかなという風うに考えてるわけですねはいこれがですね、えー、理由の2つ目でございます はい、で次にですね、理由の3つ目がですね、先ほどのですね、形状黒字が、えー、円高に寄与しないっていうのは、まあ、円高には寄与しないというだけで、まあ、何も動かなければ、ですね、円安圧力が働くというものではないんですけど、えー、この理由3なんかは、ですね、えー、直接円安圧力がかかる、えー、そういった事柄なのかなと思ってます、えーまあ、新 NISA ーーですね、はい、これは2024年からの新しい動きかなと思うんですけども、2023年までですね、NISA、えー、ーーの枠が、 3倍ぐらいに拡大してですね、新と、これによってですね、日本の国民はですね、多くの金額を、ですねより多くの金額を非課税で海外の株式だったりに投資できるようになりましたのでこの投資がですね、実は増えすごく増えていて円売りを加速させている円安の要因ですね、なっているというのがですねいろんな新聞とかニュースで,ですね、報道されているのかなと思います。 で具体的なですね、数字を見ると、えー、このチャートがですね、棒グラフが見やすいんですけども見ていただきたいんですけども、えー、基本的にはですね、えー、2014年から、ね、14年間の、えー、推移にはなってるんですが解雇資格ですね、えー、月次ベースの、えー、海外の投資信託の解雇資格を表してるんですけども まあ基本的には解雇資格の方がです、ねえー、過去10年の中でも多いんですけども特に2024年に入ってからですね新入社が始まってからの解雇資格が非常に顕著でですね金額が大きいというのが分かるのかなと思います実際1月から6月までのですね、えー、毎月の解雇資格のペースっていうのは、えー、毎月プラス1兆円ペースで増えているというふうに言われていますとこのペースがですね、えー、今年の12月まで続けばですね年間で12兆円ペースということになりますのでかなり 膨大な金額が円を売られて、まあ、外貨を買ってるっていうことなので円安の圧力ということになっているわけですね、はい、でこの年間12兆円っていう金額は、まあ、非常に大きいわけです。先ほどの2022年のですね経常、えー、収支っていうのは日本の経常黒字っていうのは、えー、10兆円というふうにお伝えしますので、まあ、ある年の経常黒字の金額をですね超えるぐらいの、えー、円売り圧力っていうのが この新であっったり、海外のの投資の買い付けによってですね、起こってるということになってるわけですで、す、まあ。の新入社はですね基本的に皆さん積み立てで投資するということが多いので爆発的なですね円売りの圧力っていうのはないので急にこうこの新入社によってですね円安が加速したりっていうことはあんまりないと思うんですけどただこのじわじわ毎月ですね積み立てで投資しているものであってこれはもう毎年継続してってあの増えることあっても減ることはないっていう類のものだと思うんですよ。 なのでこれはじわじわとボディーブローのようにドル高円安の圧力を生んでいくっていうそういった類のものだな,なのかなというふうに思うわけですね。でまあこういうものがあるとですね、まあ、アメリカの金利というのが下がってドル安円高の圧力が働いたとしてもただこれは円を売ってですねドル外貨を買い支える要因にはなってますのでそういったものが円高に生かせないですね圧力、はい、になる可能性は十分あるんじゃないかなと考えているわけですね、はい。これが理由の3つ目でございます。 そういったところで本日のアメリカの金利が下がるからって円高になるとは限らない理由の最後にまとめができればと思います。はい、まとめのですね、えー。ポイントの一つ目は、えー、過去の経験則では、えー、円高円安中立ですね。はい。このおなった確率がまあそれぞれ1分ぐらい。 でなりますので、まあ、つまりですね過去の経験則からはアメリカの金が下がったからって為替がどうなるかっていうのは分かりませんよとはい予測不可能ですっていうのがですね過去の経験則が教えてくれていることかなと思いますこれが1つ目ですねで2つ目はですね、えーまあ、これは円高になりづらい要因にはなってるかと思うんですけど 経常、えー、黒字で、まあ、海外ですね、えー、稼いだ外貨は日本っていう国はですね、日本の企業とかはたくさん持ってるんですけども、ただ、えー、同時にですね、その資金を日本に戻さない、つまり円に戻さないっていう動きがすごく増えてきているので、えー、こういった、えーまあ、日本が成長したいんですかね、日本に戻してもしょうがないっていう構造的な問題はですね、えー、円高にならないですね、えー、なりづらい要因なのかなと思います。はい。これ2つ目ですね。で、3つ目がですね、 新日差ですねこれ2010年からの新たなです、ね、効果になると思うんですけど、まあ、この円売りの圧力はですねかなり大きいと思ってます毎月1兆円ペースで今増えてますので、えー、まあ,ある年の形状黒字にです、ね、匹敵するぐらいの円売り圧力にです、ね、毎月になっているわけではありますので円安に動くですね圧力が非常にかかっているかなと思います。 なのでこういったものがあると、アメリカ金利下がる、えー、ドル円高が圧力かかるっていうものに対抗してですね、円を売る動きにはなってますので、こういったものが円高になかなか活かせないですね、要因になってくる可能性は十分にあるのかなと思います。はい。3つ目ですね。で、最後まとめ4つ目が総括にはなるんですけども、まあ、つまり、まとめますとですね、まあ、アメリカの金利低下っていうことと、まあ、今のですね、ドル高円安っていうのは、えー、同時進行する可能性っていうのは 十分あり得るということは言えるのかなと思います。はい。もちろん金利低下に止まってドル安、円高に進む可能性もあるんですけども、そうじゃなくて同時進行するっていう可能性もですね十分あるところですね。金利が下がるからって円高に行くっていうふうに、えー、思いすぎるのはですね、確信するのは間違っているんじゃないかというふうに考えているわけですね。当社は富裕層の方の資産運用をお手伝いしております。資産配分全体の最適化から具体的な金融資産、不動産への投資。 資産管理運用をお考えの方やお困りの方は気軽に当社の個別相談にお申し込みくださいそういったところで、えー、本日はアメリカの金利が下がるからって円高になるとは限らない理由といった内容をお届けさせていただきました今回の動画が参考になったという方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします